乾杯。2つ目のホットニュースは、昨年末行われたセレクトショップイザによるチャリティーパーティー。これはファッションを通して乳がんの早期発見を呼びかけるもので、今回は初めて乳がん経験者がショーのモデルを務め注目を集めた。10回一区切りで次へのステップを歩めるかなって今回はチャレンジしてみました。またヌメロ・ベントゥーノのランウェイショーや土屋アンナのゴスペルなどさまざまなステージが会場を沸かせた。すごく頑張ってる女性をフューチャーしてもっと意識を高めるパーティーを開いてること自体が素晴らしいと思うし、頑張ってる女性たちをサポートする側にも参加させてもらえたらいいなって思った。過酷な時代を生きる女性たちに輝く未来を照らし出す一夜となった。